こんにちは、さやかです。今日はフィリピン留学についてお話ししたいと思います。日本では幼稚園の先生をしていたので、大学の4年間と働いていた2年半の間はあまり英語に関わる機会はありませんでした。そもそも高校までの英語でも成績は良くなく、単語が覚えられない、面白くない、やる気が出ないといった感じで、勉強が大嫌いでした。なので仕事を辞めて海外に出ようと決めてから、自分で少し勉強し始めました。この中学2年生用のテキストを使っていました。私が海外に出ようと決めてから使わせていただいたエージェントさんはスタディインさんです。このスタディインのエージェントさんに相談して、自分の意思や考えから学校を紹介していただきました。このエージェントさんは留学前と後に無料の英会話マンツーマンレッスンを受けることができます。留学中にも丁寧なサポートをしてくださるのでおすすめです。スタディインさんにいろいろと相談させていただいて、今はフィリピン留学というのが流行っていると聞きました。フィリピンにはたくさん語学学校があって、ゆるいところからスパルタのところまでたくさんあります。私が選んだのがセミスパルタの CIA という学校を選びました。 CIA はセミスパルタというだけあって、毎日10コマのスケジュールです。8コマの授業時間、2コマの自習時間があります。8コマのうち4コマはマンツーマンレッスン、あとの4コマはグループレッスンです。マンツーマンレッスンはこういった小さな個室で行い、先生たちの楽しい授業を受けることができます。もし合わない先生がいてもすぐに変えることができるので安心です。グループ授業もみんなで話し合いながら進めていくので、とても楽しいです。グループの授業になるとネイティブの先生もいらっしゃいます。そしてクラスの先生とは別に担当の先生がいます。何か困ったことはないか、してほしいことはないかなど親身になって聞いてくれます。こちらは自習室です。月曜から木曜日の朝の小テストもこちらで行います。小テストの点数が悪すぎると週末外に出れなくなったりするという面白い規則もあります。学校の中にある3人部屋の寮はこんな感じです。私のルームメイトは韓国人が多かったのですが、とても楽しい寮生活でした。そして毎週末、いろんな国籍の友達と周りの島に観光に行きました。留学に行く前に決めていたことがあります。それは日本人とばっかりつるまないということです。日本人とばっかりつるんで、結局日本語ばっかりになって英語が使わず、あまり伸びずっていうのがすごく怖かったです。自分の稼いだお金で海外に行くのに、結局何も進歩しなかった、あまり変わらなかったっていうのがすごく怖いと思いながら行ったので、フィリピンに行ってからはとても積極的に動くことができました。その積極的っていうのも、日本では行事とか授業の中ではすごく消極的だったので、それも変えたいなと思っていました。なのでフィリピンでは授業でも積極的に発言をして、行事にもハロウィンパーティーやスピーチコンテストなどにも参加しました。 In the past, students couldn't use technology, but they wanted to know many things.
and talk with their friends. What did they do?ボランティアにも参加して子どもたちに歯の衛生指導をしたこともとてもいい経験です。最初は怖いとか恥ずかしいとか思っていたんですが、クラスでも同じようなレベルの子たちなので間違えても恥ずかしくないと思えるようになって、来てまだ1ヶ月だけどスピーチコンテストも参加してみよう、入賞できるかはわからないけど、まあ、いい思い出としてやってみようと思って参加しました。そしたらなんとサイン入賞、イエーイ。入学してから1ヶ月後のテストで30点アップ。3ヶ月後にはIELTSのテストで3位に入りました。学校では先生たちがとても楽しい授業をしてくれるので勉強が楽しくなって、外国人ともいろいろ話すうちに伝わる嬉しさ、いや楽しさを味わうことができました。いろんな国籍の方と関わるうちに多文化を知る面白さだったり、日本人でも60代70代の男性女性の方も来ていたりして、私にとって全てが刺激的でした。フィリピン留学を終えてオーストラリアで友達に会った時に、4ヶ月でそんなに喋れるようになったのすごいって言われました。フィリピン留学をせずにオーストラリアで留学してそのままワーホリーをするっていう方も結構いるんですが、私は絶対にフィリピン留学をおすすめします。オーストラリアの留学どうだったって聞くと、授業時間は午前中で終わったりとか短い、あとお金がすごくフィリピンの倍するんですね。で、伸びたって聞くと、あんまり身につかなかったっていう人が圧倒的に多いです。もちろんすごい身についてレベルアップできたっていう方もいるんですけど、圧倒的にあんまりだったなっていう方が多いです。なので私はフィリピンでしっかり英語と向き合って勉強してからオーストラリアやカナダに行ってネイティブの英語を聞いて話せるように仕事をしていくっていうのがベストな道だと思います。皆さんにはぜひ有意義な留学生活、ワーホリ生活を送っていただきたいので、私はフィリピン留学をおすすめします。この動画が良かったな、ためになったなと思ったら登録よろしくお願いします。まだまだ動画もいっぱいあげます。じゃあねー。 See you later, alligator!